ちょっと待って ちょっと待ってください スマホスタンドがちょっと倒れそう。よし、多分これで大丈夫かな。途中で倒れちゃったらごめんなさい多分大丈夫。こんばんは喉の調子がそんな良くないんで、あんまり長時間配信しないかもしれないんですけど、今日はリリーベあったんで、これは絶対にしときたいなと思って配信しました。昨日の夜もね配信したかったんだけど、マジでなんか喉が痛かったので、昨日もちょっとお休みさせてもらったんですけど、はい、今日はミニライブと、それからアイドル人生2回目の握手会がありました。はい、懐かしい明日のリリースイベントが今日から始まったんですけど、今日は大阪のアベノキューズモールでさせてもらって、で今週また来週また12日発売日当日は広島の方でねリリースイベントさせてもらうんですけど、今日発売前に先駆けて6人でリリーベさせてもらいました。楽しかったです。なんか初めましての方もいっぱいおったし、いつもねどんな時も東京や福岡県外からね、どのイベントでも駆けつけてくださるいつものファンの皆さんもいらっしゃって、本当にありがとうございました。来てくれた皆さんに感謝ですね。もうめっちゃ楽しくて、でもね不思議な感じでした。ミニライブとかは今までいろんなイベントとかでやったことはあるから、それはねそれはいつも通りではあるんですけど、握手会がねほんと新鮮で不思議な感じがしました。私は STU に入ってすぐにもうコロナが流行っちゃって握手会できなくなったので、だから本当に初期のまだ正規メンバーに慣れてない研究生だった時の初めましてぐらいの段階でエディオン神谷町ホールでなんか研究生たち数人並んでありがとうございますってやったきりなので、そこから4年ちょっとですかね。まさかこうやって握手会再開する日が来ると思わなかったんですけど、びっくりなんですけど嬉しかったです。なんかもうその間にね握手会を経験することなく卒業され、卒業していった同期とかもいるから、もうコロナ禍とかは握手会もう再開する日なんか来ないんじゃないかみたいな風に思ってたんですけど、来ましたね。
そんな再会の日が今日来ました。話してくださった皆さん全員ありがとうございます。私と握手をしてくれた皆さん、写真を撮ってくださった皆さん、ミニライブも見てくださった皆さん、ありがとうございました。もう一人一人の方のなんかいろんな表情、緊張してたり、なんかもうめっちゃ嬉しさ全開やったりもうあれいつも通りやんみたいな感じの方もいたり、なんかそんな一人一人のなんか表情がすごい、なんやろ、見てて楽しかった楽しかったし、ありがたいなって思ったでもね、すごい話しやすいとかも言われて、本当ですかって感じだったけどねえ、はしゃぎすぎてねえ、なんかあのフィルター、一応ね仕切りみたいなあったんですけどね、そのフィル透明のフィルターみたいな、でもなんかそれが剥がれそうになるほど、あーあーあーってはしゃぎすぎたことも、瞬間もありましたあ、タワーありがとうね。ピントが合わないソン・フンミンさん、ありがとう。ピントが合わないソン、どういう名前、ピントが合わない、ピントをじゃあ合わせよう、私とピントを合わせよう初見だったけどすごく話しやすかった、ありがとうなんかね、始まる前はそんなにこう実感湧かなくて緊張してなかったんだけど、あのレーンに並んだ瞬間にすごいね、なんかわ、今から握手するんやって思ってちょっとドキドキした。うん、そうだね。でもなんか始まってしまったらすごい一瞬でスーってなんかどんどんみんなが行ってしまうからあっという間な楽しい時間って感じでした。うん、なんか本当に個性が出るから、めっちゃ喋ってくれる人もいるし、握手できる日が来たのが信じられないみたいな感じでちょっと止まってる人とかも中にはいた。あとあの私推しじゃなくって、あのさやかりんとかさやん推しの人が、あいこじと喋るの初めてだから、どうしようみたいな感じの方もいたし、その私推しの方でなんか緊張しちゃいますっていう人もいたし、いつもお話し会で話してくれる感じでいつも通りな方もいたし、うん、いろいろでしたね。でもすごい楽しかったです。メールを 1,2,3 通送ったかな、さっき確か3通送ったので、3通 1,2,3、 うんうん、届くと思います。届きました、ぼちぼちみんなの元に届くと思います。スーツ来ましたか？
タワーのお礼を書きますね。ピントが合わない孫文民。はい、ピントが合わない孫文民さん、タワーありがとう。ちょっと大体誰かっていうのは分かるんですけどなんでその名前なのっていうね。今日の撮影1枚目がピントが合わない孫文民で、2枚目が理系の何リバラです。じゃああれはしや、わかんないって、そんなのわかんないよ。もうね、あの細かいんだよ細かすぎるんだよネタが。もう私からのあのねツッコミがね的確に返ってくると思っちゃダメ。もうあなたはもうマニアックすぎるから、だいたい誰かわかるけど2枚目は決して中に、なん何もう本当になんか隣でさ、なんかサーヤンからさ、なんかアイコのファンってなんかって言って、なんかアイコのファンってって、その後てんてんてんって感じだったんだけど、なんか言いたいことは分かったわ言いたいことは分かった。確かに私のファンの方ってたまにもうあの、まあ、似た者同士なのかな、たまにちょっとあのひねりがあの聞きすぎる時があるんだよねでしかもそれに私は気づいてあげることできるんだけど、隣にいるメンバーとかがうんって本当にガチでハテナマークが上がってたりするの。だからあごめんね、なんかこういうノリがあるこういうノリがねあったりするんだって言って、っていうか私が説明してるからね本当に。結構ね後でフォローしてるのは私なんだよ割と。なんかその時にふざけてなんかこういうポーズでとか、なんかちょっとなんか不可解なあの発言したりとかしたら、だいたいなんかんどういうことってちょっと隣のメンバーとかはすごいハテナマーク浮かんでるんだよね。だからこういうことを結構配信で言ってたりするのとかこういうことをねよくやる人なんだよこの人はとかって言って、あの結構解説者になってるの割と。結構ね解説してるよ、そうフォローしてる、うん、で
でなんかまあね、そういうね、そういうのも含めてきっとお尻に似るというかなんというかって感じなんですけど。そうファン、うん、たまにねファンの方を解説してる時あります。なんかこういうポーズがいいみたいな、こういうポーズがいいですとかって言われた時に、その同じグループになった2人とかはなんでみたいな、なん、ん？みたいな、なんでこれなのって言われた時に、この方は、まあ、普段こういうおふざけの仕方をされる方でみたいな、もうなんか私何してんのって思う時があるんですよね。はい。うん、はい、いや楽しいですよ、それも含めて楽しいです。あのそれがね嫌っていうわけではないので、はい、それも含めて楽しいですよ、楽しいですけど、たまにガチで私もわからん時がある。たまに私も待って初めて見るみたいな時がある。うん、初めて聞いたよそんなことみたいな時もある。しかもなんか私と一対一の時は言わないのに、他のメンバーがいる時に新しい情報をなんか出してきて、あれ私それ私には話してなくない、聞いたことないよ。っていう時もある。そんなこと言ってたかなみたいな、あれれおかしいなみたいな時もある。それも楽しいよ、それも含めて、うん、だからまあ、うん、そうだね、そんな癖のある方のもいらっしゃるし、まあ普通にもう愛子ちゃんに会えて嬉しいって言って、今日は愛子じに会うために来たって言って、普通にもうシンプルに応援してるよとか、歌声好きだよとか、うん、まっすぐ思いを伝えてくれる方もいるし、かわいいね、優しい、ありがとうね、本当に自分に会いに来てくれるってね、すごい。本当にありがとうございます。なんかそんな、そんなことなかなかないよね。ありがとうね。アルバムだってさ、一冊5000円以上するじゃん。それもなんかね、すごいなと思って。だってシングルとはまた違うじゃないですか。実際問題から。ありがたいです、感謝です。全然握手なんていつでもできるのに。とか全然私と握手をしてくださいってね、道端で言われたら全然するけど。それでもなんかね、こうして私の握手に価値があるって思って会いに来てくれるのは本当に
ありがたいですね。感謝です。ありがとうございます。なんか言い方難しい言い方難しいけど、手洗いたくなかった洗ってください。手は今日お店で愛の重さかかってました。おー、私まだ聞いてない。お店でどっかで聞けるかな。聞いてたら、聞けたら嬉しいんだよね。お店で流れてたらおってなる。一人でなんかお買い物してた時に流れてきたりしたら、あ、今流れてるって心の中ではしゃぐまだ聞けてないな、愛の重さ。愛の重さはね、何回も聞いたらね、何回も聞いたらずっともう頭から離れないし、なんかね、歌詞の意味もね、聞くたんびにちょっとずつ解釈が変わってくる私の中で、うん、スルメソングだよ。こんばんは。風に吹かれながら、まあ何回も聞いたら普通に覚えるから、みんなももう歌えるぐらい聞きましょう聞いてください。シンプル、シンプルにめっちゃ聞いたら覚えるし、コールしやすくなると思われる。たくさん MV 見てください。コールしやすくなっちゃうよ。MV いっぱい聞いてます。ありがとう。何回も見てね。かさ、やっとこっちの前髪がさ、やっとここぐらいまで伸びてきた。あ、良平さんめっちゃ可愛い、ありがとう。いい、ひらひら舞い降りてきたりなに、今日の前髪めっちゃ綺麗で惚れた前髪で惚れるの。お疲れ様でした。今日はまとめ髪でした。喉痛わってありがとう。なんか他のメンバーもさ、喉痛がってるんだよ。やばいよ、目の前で見たら美人でビビったありがとうございます。またまたそんなこと言うて、またまたそんなこと言って嬉しいじゃないですか誰誰、そんな嬉しい言葉ありがとうございます。あ、トローチ、トローチ舐めるか。そうするか。そう、みんな喉の調子が良くないんです。流行り病、流行り病です。これは完全に流行り病にかかっちゃって。龍角さん分かるよ。龍角さんいいよね。でも今龍角さんは家にいない。明日2公演あるからね。
頑張らないと。今日はとにかく蒸気を吸う湿気の、うん、湿気のあるものをもうある環境で育つんじゃなくて、暮らしてもう蒸気を吸う私は腰痛になって数日寝込みました。え、大丈夫？みんな大丈夫そう？大丈夫？気をつけてね。ね、長風呂した方がいいよね。お風呂にしっかり使った方がいい。そう、サーティワンの欲張りフェスが復活するので、あの勝ち込みに行きます。私たちアイドル、何人ですかね、4人ぐらいになると思うんですけれども、4人で欲張ります。アイスをよこせ怖いアイスをよこせ、アイスの10個入りで格安で販売してくれるんだよねって言って、見たよ。あれ見たからね。アイス。よこしな。怖い。そんなことしません。それでは、ちょっと結構喉痛いので終わります。13位、コウタさん。12位、マジックさん。11位、なべなべ所長さん。10位、デサイズハートさん。9位、ハルキングさん。8位、ズーミンさん。7位、ウリンちゃん。6位、クジマサさん。5位、ウミガメさん。4位、ジャボテンさん。3位、マナブンさん。2位、リョウヘイさん。1位はピントが合わない孫フンミンさん。ありがとうございました。ありがとうございました。ギフトもありがとう。この時間から見てくれてありがとう。また明日2公演頑張ります。今日は会いに来てくれたみんなありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。